はい、どうも KB です。今日のメニューはですね、前回はその通常のパターンっていうのを8分音符1個ずつこうずらしていきましたけど、今度はですね、じゃあ16分音符ずつキックをずらしていってもらいたいと思いますね。まず通常がっていうパターンなので、そこからキックを16分音符後ろにずらします。でさらに1個後ろにずらすと、まあ、それは前回やったパターンと同じになってしまうんですが、まあ、ちょっとやってみますね。で、さらに1個後ろにずらします。で、さらに1個後ろにずらしますね。さらに16分音符1個後ろに行きます。で、さらに1個後ろにずらしますね。で、もう1個16分音符後ろにずらします。っていう感じですね。これでこういう風に好きなところにずらして好きなところに入れば、絶対に通常のっていう8ビートの完成度とか、あと演奏しながらその音符の細かさがこう見えてくる部分っていうのが絶対に出てくると思うので、ちょっとそれを気をつけてやってみてもらいたいですね。以上です。